前回までのあらすじ。こうか。あ、ほら、なんかさ、柄が割とおしゃれじゃない？ほら。柄おしゃれじゃん。ちょっとお花の柄がついて。これいいね。ちょっと砂嵐でなければすげえいいんだけどな。皆さんもね、規則正しい生活をしましょうねって。2時18分の人間に言われてもしょうがないか。その日、14時間ぐらい寝てました。かわいいイルカ。何これイルカ？かわいい。ツノヘビっていうタイプのね、種類のね、ヘビ飼ってみたい。あれ？ウェルカムちょっと！こんな時に、こんな話の最中に。こんな時に、お前、マジか。あれ、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 お前なんか見たことある？あれで見たことある。あつ森の、あつ森のカーニバルの時に見たことある。ねえ。あつ森のカーニバルに出てるでしょ。うーカーニバルつって。なんとかのダンスつって。出てるでしょ、あれに。あー、これなんかツイッターで見た。ツイッターで見たことあるやつだ。殺すなよ。おい！殺すっつったの。ボールに入った瞬間に、ギューって手で押し込もうよ。ね。ギューって。それでもう、押さえつけようよ。もう、これ、投げるじゃん。投げるじゃん。そしたら、すかさずトレーナーが、そのバレだーって言って、ギューって上から、押さえつけよう。ダメだー！おーっと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 、鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥。砂漠の鳥。なにこれ。フラミンゴと似てるが？クエスパトラー！これは欲しい。よっしゃー！ナイス！危なかったー。これはいいですね。新しい鳥ゲッチュ。マップ開けないや。この境界線越えるとマップが開けなくなるっぽいっす。オッケーオッケー。もうマップもこれ以上行かないや、奥に。横移動しかしてくれなくなっちゃった。ちょっとね、生きりんこの白を探したいので、しばらく事務所はちょっと休憩して、街の周辺をいっぱい漁っていこうと思います。最初に生きりんこを見かけた群れのところを、重点的に探していけばいいんじゃないかなって思ってます。あと、生きりんこタクシーを見たい、どこ？生きりんこのタクシー見たいんだけど、見つからないな。ここじゃないのか？私ちょっと、回復はしとこうか。雨降ってきた、また。マップ開いて、間違えた、ミラードじゃなくて、で、プロフィール。35以下で捕まえたポケモンが言うこと聞く。だから38の、クレオパトラじゃなくて、クエスパトラがまだ言うこと聞かないのは当然なんだよな。ちょ、チェルトと入れ替えて、違う、お前じゃない。チルト。チルトと入れ替えます。確かチルトのあたりと、ここはもう行けるようになったからいいとして。街の近くに生きりんこがいる。ならば、最初に見かけた時は、どの街だったっけ？ボールタウンでしょ？で、発光してるでしょ？確かなんか、そんな遠くない？そう、ここ抜けて、だいたいなんかここら辺で見つけた気がするんだよな。こう行って、こう行って、こうか。かな？ちょっとここら辺行ってみようかな。で、なんかここら辺で見かけた気がするんだよな。この辺りで。なので、ちょっとこの辺りをちょっとで、空を飛ぶまで。3日牛。はい、5555。はい、やってきました。また雨風が強いんですわ。で、なんか、どこら辺だったっけな、あれ。生きりんこは確か、なんか、すごいな。あ、いる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 。ここら辺にいる、ここら辺にいる、ここら辺にいる。いるけど見えない。いるけど
いるけど、あ、いた。白はどれだ。いて、お前らちゃう。ここら辺にいるんだよけどな。ちょうど白がちっちゃくて見にくいんですよ、とても。気配的にはもうちょっと向こう側か。この群れ、あ、群れじゃん。降りて。写真撮って。白の群れって珍しいんじゃないの。取り囲まれた。よし。オッケー、絶対捕まえる。あわ。これはさ、ワンチャンいけるんじゃないか。もういけるんじゃないか。おお、いけたよ。すごいね。よし。これで生きりんこ全種類揃えました。一番数の、少ない色だが、建物の中に紛れるため街中では暮らしやすいのだ。これをボックスで送りましょう。もう、まあレアだから捕まえとくか。乱獲しておこう。いやー、たくさん捕まえたな。踊り鳥もね、いっぱいいるよね。踊り鳥もね、確か複数種類いるはずなんで、捕まえておきたいところです。はい。あと、ボールもちょっと買おうかな。いやー、よかった。白の生きり鳥捕まえられて。あぶれ。なんです。またスライディングしてしまったんだろう、私は。25、27、ちょっと30ぐらいは持っておきたいので。LP で。で、あと、プレミアボール巻きありがとうと。LP で。よし。このもんかな。新しい帽子。そして、新しいポケモン。大量。これで全色揃いました、生きり鳥。生きり鳥じゃないや。私ずっと生きりんこのこと生きり鳥だと思ってた。大間違いしてた。びっくりしたわ。白をここにして。生きり鳥って言ってた。生きりんこだっけ、生きり鳥だっけってなって、生きり鳥って言ってた。いやー、全種捕まえられるとは嬉しいですな、これ。4匹。一覧。あ、Y で捕まえられるのか。X でモード切り替え。プラスルステータス。こんな感じなんだ。なんかね、見方がよくわかんないんだよね。よくわかんないんだよね。いいとか悪いとかよくわかんないんだよな。なんか世の中には6V ってのがあるんでしょ。よくわかんないけど。なんで 6V って。よくわかんないんだよな。難しいな、ポケモンって。なんかいいやついる？この中で。待って、HP が4444でなんかちょっと不吉。どうでもいい。その 6V ってのは何を思ってして 6V とするの？ちょっと悲しいかな。ポケモン、まあ嫌いではないんだけど、割と好きな部類ではあるんだけど、そんなに詳しくなくて全然わからない。そういうなんか数値系の事柄に関しては何を一つしてわからないんだよな。こんな感じです。まあ適宜スローで見るなり、停止で見るなりして見てみてください。とにかく私はエキリンコをこれだけ捕まえられたことに満足しておるのじゃ。よいしょ。それで、キャボメと、ウミガラスをこっちにして、ちょっと細かいんですけど、よし、調整できました。オッケー。エキリンコの白いっぱい捕まえられたの嬉しいな、普通に。
まあでも私は青を育てていきたいんで、この子をね、チルットと入れ替えて、で、でもそっか、使えるようになったら、クエスパトラも普通に使えて、エスパーポケモン。エスパーはどれと入れ替えたらいいかな。まあ、アガロスかな、これだとね。これ、悪があるんだよな。悪タイプな。悪タイプないので、まあ、まあ、どうせチルットと入れ替えるでしょう。どうせチルットと入れ替えるし、イキリンコを育てたいんだけど、被ってるんだよな、属性がな。だから、イキリンコはイキリンコの、またイキリンコパーティーを作って、育てていきたいなと。まあ、育てられるもんならな、育てていきたいなと思っておりますので、まあ、一回ね、ちょっと、まあ、ここに置いて、で、イキリを、青いキリをここに置いてと。まあ、こんな感じのパーティーで、とりあえず、次のボス、ジムに挑んでいきたいなと思っております。まあ、おしゃれもしたし、あとは、よいしょ。これで、こうかな。よし。よいしょ。はい。こんな感じでお別れしていこうと思います。それではまた次回よろしくお願いいたします。意外と、イキリンコ探しが早く終わったので、よかったです。じゃあちょっと休憩してから、次の収録します。またねー。おいおいおい、人がよー。人がよー。道に迷っている時によー。イベントを始めるんじゃねーよー。にもう、包丁ですよね。またそんな話ですか。いいから、この前話しそびれたら続きを聞いてくれ。俺がスターダスト大作戦をしているのは、スターダの問題と謎を探るため、サンデに入っている生徒たちの不登校の理由を知るためだ。ダウンを解散させて、カッショ部屋と、理解を一致してるしな。実際にもと、スターダスト大作戦に加われて、スターダに近づくことができたし、ダウンのやつだと話分かってきたこともあるんだ。だが、もう少し情報が欲しい。そのために残るチームのスターダンたちとも話がしたいんだ。明日挑むなら力貸せ。また何も。一日髪を上げる仕草がかっこいいんだよな。ただね、そこに挑みたいんじゃなくて、私が行きたいのって、この先のですね、ここ、ピケタウンに行きたいんですよ。でピケタウンに行くには、一回ここを飛んでいくか。町々を回って、ですね、開けておこうかと思いまして。先に。いつでも飛んでいけるようにしておこうかなと思ったんだけど、意外にも、立ちふさがる。私はね、自分がどこにいるのか、全然まるっきり把握してないので、困ってるんですよ。さも当然かのように言ってますけど、困ってるんですよ。おそらくもしかしたら、この、悪のやつを倒さないと、ピケなんとかに、ピケタウンに行けないかもしれない。地図が一回引っかくと分かりにくいんだよな。私、ここに行きたいんじゃないんだよ、ここね。違うんだよな。ピケタウンに行きたいんですよ。ここ。で、今、いんのがここだから、こう行けばいいと思うんだけど、どう行ったらいいのか分かんないんだよね。すごい道に迷って、水の中とか突き進みながら行った先、あんなに近場だったらバカだよ。あーぶねー、あぶれてかもうぶつかってるし。ちょっとね、いろいろストーリーがあって、見てほしいんだけど、ちょっと待ってね。バグんないように。ファイヤローがいるでしょ？謎にジャンプしちゃったけど。ファイヤローがいるでしょ？まず、これね。ひなやこまの様子がつって、おってなって、進化しました。それが、ファイアロです。じゃ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 ーん。おめでとうっつって。で、進化して、あと、ロトムもゲットしました。これ、ね、たまたま地図に表示されてて、あーと思って追いかけたらね、いたんです。で、あと、謎の迷路。道中なんか引っかかった謎の迷路。ここにいっぱいお宝があったんで、取ってきました。技マシーンとか、スーパーポールとかそういうのが置いてあったんで、なんかジャンプで行ったりだとか、あとコイン落とすやつね。あいつもいたし、あと、これ。なんか光ってんなと思ったら、ポケモンが光ってクリスタル化してるんだっけ？クリスタル、クリス、なんだっけ？ちょっと説明しよう。
と、よいしょ。何かだっけ？テラスタルかだ。テラスタル化してるポケモンに遭遇して、これがめちゃくちゃレベルが高くって、いて、イベラさんだ。48レベルだったんです。ね。だったりだとか、ね。これをどうにか、カーニバルの人死んじゃったんで、ファイアローで、ね、解いて、この後捕まえました。で、捕まえたのが、よいしょ。よいしょ。はい。ボックス、ボックス。ちょ、やつだけ別格なんで、ボックスの4の下の方に多分、どこだ？あ、いやいや、ボックスさんの下、これこれこれ。これ。これ捕まえました。マネッコ、シザークルス、クルスポイズ、キーサク。あと、ここら辺に捕まえたやつを、ポイポイポイと、ね、ロトムも捕まえました。で、イルカもね、実は、寄った町のところにいて、あ、なんか毒食らってんな。あとで直してあげよう。ちょいちょいちょい。イルカが、たまたま通った町のところにめっちゃいて、なんやねん。ここでも俺やないかってなった。で、今、瀕死の人がいて、毒の人がいます。で、意外とピケタウン近い。騙された？あれピケタウンじゃないもん。え、どうなの？わかんない。わかんないよ。わかんないよ。方向地ね、難しいよ、オープンワールド。よっ。キラキラいってる。あー、キラ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 。大暴れ目。え、ここピケタウンって。ここだったみてえです。とりあえず休ませましょう。ごめんな、みんな。大変だったな。方向音痴なばっかりにすまんね。よし。ジャンプもかまして。イキリンコのタクシー見たいんだけどな。どこにいるんだろう。これでもピケタウンにはいつでも行けるようになったってことかな。なんか面白いもあるかな。風船屋さん。アイスか。アイス屋さんか。食料とかの補給場かな。お洋服はないかな。なさげ。でも目的地つけたの嬉しい。目的地につけたってだけで嬉しい、もう、もはや。で、何してたかっていうと、イキリンコの色違いを探してたんですよ。イキリンコの色違いを普通に探してて、それが、確かこう、チーズもうちょっと、そこまで来るとダメなんだよ。こう、だから、これが大穴か。で、ここか。あと、ここら辺に、ここら辺？どこら辺だ？今ちょっと、撮ったやつと見比べてるんだけど、こっち？氷、氷。氷、氷、あ、これあった、氷がここで、その下だから、その下の砂場と被ってるところ、どこだ？どこ？どこの話？待って待って、学校が？学校が？もう地図苦手だわー、もう。全然わかんない。もうちょっと、引きの地図見れないの？ちょっとね、分布図みたいなの見てるんだけど、どこにいるかっていうの見てるんだけど、なんかざっくりとした感じで、わかんねえんだよな。学校どこだ、学校。学校見失ったよ。学校行けなくなっちゃった。大穴がここで？学校ってどこだっけ？て、ここがテーブルシティか。マップ回すな！マップ回すからわかんなくなるんだろ！やめろ！マップ回すな！こうの、ここだわ！ここら辺にいる！ここら辺と、あと、箱しろ、こっち側か？ここら辺？ここら辺と、
あと、ここのエリアと、ちょっと下のエリアのここですね。学校近くだったら、ここら辺と、あと、ここの、ここら辺にいるらしい。ので、まあ、せっかく今、ここまで来たんだけど、どこまで来たの？ここまで来たんだけど、もう他のとこ用はないので、どうしようかな。とりあえず、まあ、ここまで行っておくか。行けるか、むしろ。こっちから行った方が早いんちゃうの。一回じゃあさ、ここら辺に戻って、イキリンコいるか、ちょっと探してみたいと思います。イキリンコの色違いって、なんかリーゼントの部分がなんか白だったかな？色が違うらしいのよ。ツイッターで見た話だと。なので、ちょっと探してみたいなと思うんだけど、いるかなぁ。はい。というわけで、続けていこうと思います。今来ているところは、よいしょ。レベルがだいぶ上がりました。今は、カラフッシーに来ていまして、カラフッシーの、チャンピオンロード、これ、カラフジムに挑戦しようかなと思っております。前回行ってたところは、どこだっけ？ここか。前回多分ここら辺、どこら辺だっけ？なんか、あ、ここら辺だよね。ここら辺りで、イキリンコを刈り取りまくって、いたんですけど、幼女が通り過ぎていき、で、刈り取りまくっていまして、で、まぁ、結構ね、こちらね、イキリンコが44になったりだとか、あと、チルリタスになりました。チルットが。ね、ご立派になって、帰ってまいりました。で、あと、踊り鳥を4匹入手しまして、何のためかっていうと、進化というか、なんか変化かな？体を変化させる蜜みたいなのがあるっぽくって、それをやるために、取ってきました。で、あとは、チルットが進化する様子がこちらかな？はい、これですね。なんかね、ちょっと埋まってるのがあるけど、一瞬今。あとなんかスタックしたりとかしたんだよね。一回スタックしたんだよな、どっかで誰かが。ギリンコがなんか誰かがスタックしたのかな。ピエーっつって。ね。これでチルトがチルリタスに進化しましたと。あと、ここが、あ、夕日が綺麗だった。夕日ってか朝日か。朝が綺麗だったっけな。で、あとは、あ、ここですね、ここで、ね、矢印で多分編集で表示してくれてると思うんですけども、ウェイニバルが、地面にスタックしておりまして、抜けらんなくなっちゃってて、あれと思って、こっち全然来ないじゃんと思ったら、ハマっちゃってんの、地面の中に。どうしようかなと思って、とりあえず、取っとくか、って。鬼畜みたいな所業をして、飼い主がこんなんでごめんよ、みたいな。若干思いつつも、こいつ、ポーズ決めてやがると思って。ポーズを決めるな、こんなところで。この後ね、新しく、なんか、なんだろうな、ボールに一回しまって、もう一回出してあげることによって、スタックは治りました。ね。これがその時の写真です。はい。ね。スタックしても、ちゃんと、華麗なポーズ合わせないっていうのが、うちのウェイニマルくんね。これ、イキリンコの、白の群れね。こんな感じで。白の群れ自体は、ちょっと珍しいぐらい、で、まあね。まあ、こんだけランク主義ええやろと。いうぐらいには取っといたんで、もういいでしょう。で、今から踊り鳥に蜜を、やっていきたいと思うんですけど、それはカバンの中でした。しゃがんだままで申し訳ないんですけど。ここら辺だったかな。あ、あったあった。これ山吹蜜と薄桃と紫をあげたいと思います。あ、これ自分の手持ちに入れないとダメなのか。山吹蜜をあげてみたいと思います。じゃあ一番下から。おー、かわいいねー。黄色かわいいねー。じゃあ、薄桃をあげましょう。よいしょ。おー、かわいいかわいい。フラダンスっぽくなった。
で、紫をあげてと。シーン。お、みやびになったね。というわけでね、こんな感じで、あげてみました。ちょっと一回外出て、おー、めんどくさいな、これ。これピクニックできないかな。これピクニックダメっすか。ここら辺とかは。ダメなんだ。やっぱちょっと、隅っこの方じゃないとダメなんだ。ちょっと一回飛びますか。雨じゃーん。雨じゃーん。雨降ってない地方行こうぜ。反対側なら雨降ってないだろ、さすがに。おい、どこ行っても雨じゃねえか。もう、どこ行っても雨なんだけど、ちょっと学校行ってみる、学校相手。なんで学校行ってみようか。学校も雨だったらもうどこにも逃げ場がないわ。あ、晴れてる、晴れてるぞー。ピクニックしようぜ。出せるだろ。渋んな。さすがにここまでは雨降ってなかったか。だからこれ、外出たらどうなるかな。街の外に出たら、雨降ってなかったらいいんだけどな。頼むぜ、ほんとに。勘弁してくれよ。よし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 、オッケー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 。オッケー、ちょっと、お隣さんもいるし、どうしようかな。じゃあ私は、どこでピクニックしようかな。向かいでピクニックしようかな。お、出た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 。よいしょー。みんな、ちょっと気をつけてね。崖が近いからね。崖が近いからね。気をつけてね。寝とる、ミライド。自由だな。ちょっとね、踊り鳥を観察しましょうか。カメラはこう。かわいいねー。かわいい。こっち見てくんねえかなー。ファイアロー飛べるからってちょっと。安心しないで。なんか微妙かったなー。あ、こっちも寝とる。かわいい。黄色の子は？黄色の子は？あ、めちゃくちゃ近くにいるんだ。肩乗ったりとかしてくんないのかな？ああ、すごいウキウキしてる。ウキウキしてる。みんな眠い中で一人だけウキウキだね。ピーヨ！かわいいねー。寝たー！急に寝るー。あるよね、そういうこと。うん、あるある。そういうことあるわ。急に寝ることってあるわ。たまに。急にまたね、飛んだと思ったら、ああ、すごいすごいすごい。踊ってる踊ってる。みんな寝てますよ。貫通してます、貫通してます。貫通してるんです。避けろってことか。なんもないよな。アミライド起きた。私まだサンドイッチ作れないんだよね。あ、サンドイッチ作れるけど、こういうフリーモード、X。X 押したらフリーモードで作れるんだけど、秘伝のスパイスっていうものがなくて、秘伝のスパイスってものがないと、なんか珍しい色のポケモンを探すのがだいぶ面倒いらしいので、なので、まあ、一回ちょっとね、そういうの集められる年頃になってからじゃないと、ちょっとだるそうです。ので、一旦色違い探しは置いといて、ジムリーダー倒したり、スタートスタート作戦や、進めたりとか、そういうことをしてやっていきたいなと思います。ちょっとよそのね、キャンプを見に行って。あ、近寄れない。ミライド！お前だけそっち行っちゃったの。待って、キャンプとキャンプの間に壁がある。私、見えない壁がある。一回キャンプしもっか。ピクニックやめるのは、Y か。はい。まあね、全種類の踊り鳥、見れました。あら、かわいいね、イラスト。イラストとかさ、アイコンもかわいいですね、とても。ね。ちょっとレベリングしてたらね、オート戦闘がめちゃくちゃ楽ちんで、もうレッツゴーするだけだから、すごい楽だったのよ。ね。それでレベルが上がってます。
おどりどりといい、イキリンコといい、種類がたくさんあるやつを集められたら嬉しいもんですね。よいしょ。イキリンコがね、めちゃくちゃレベルが高くなって、一番レベルが高くなっちゃいました。あいつあんなに細かったのになーって。ちょっと、なんかしんみりしちゃうね。よし。で、クエスパトラも、クエスパトラの、なんだろう、レベルにみんなが追いついちゃったので、もうこのまま持っていきます、こいつは。顔濃いねー。顔というか、髭が濃いのかな。じゃあ、ついでに、これもやるか、久々に。